シューステッカーズです。はい、ということで今回は外ですね。今日何やっていくんですか？今日はイオンスタジアムまでの行き方を紹介します。イエーイ。原田今駅から歩いていくバージョンと、相模大野駅からバスでイオンスタジアムまで行くルートでやっていきたいと思います。それではレッツシュー。はい、ということで相模大野駅に着きました。ちょっと恥ずかしがって小田急線の改札を出て右手にまっすぐ歩くと、こういう野島ステラの弾幕が見えるので、そのまままっすぐ歩いてきてください。そしたらこっちバス乗り場に行きます。こっちです。はい、ということでそのまままっすぐ進んでいったら、こちら3番の女子美術大学行きに乗ります。そしてその女子美術大学で降りてください。キーワードは女子美術大学。はい、はい、ということで女子美術大学に着きました。イエーイ。ここで降りてもらって、ここから祇園スまで歩いていくという感じになります。バスだったらね、ちょっと時間とかね、余裕持って来てくださいということで、歩いていきます。これを左に曲がります。あ、いいな、こう散歩してね。本当、好きな食べ物は何ですか？好きな食べ物は何ですか？唐揚げか、あ、いちご、やっぱいちご、いちご、いちごのイメージある。オムライス。あー、オムライスか、あんま食べないかも。しかも絶対ある、バター、バターライスじゃないと嫌。ケチャップご飯があんま好きじゃない。酸味が苦手なタイプだそうです。クルスとか食べきるんだから。さえちゃん、そうなんだ。好きな食べ物、うん、好きな食べ物か。お母さんの唐揚げ。今日好感度上がったよ。間違いない。間違いない。上がりました、好感度。うん、早送りなんだけどな。そうそう、お母さんの唐揚げ。バスキーには唐揚げで思い出したわ。唐揚げになんか別でタレを作ってくれるの。まあ、漬け込んだりはするじゃん、揚げる前に。それと別にまた、おいタレみたいな、揚げた状態でつけて食べる。もう揚げ終わってお皿に盛るじゃん、ここにかけるのね。それがあることが勝利のポイントでした。勝利勝利のポイント、そこだった。はい、バス停を左に曲がってもらって、道なりをまっすぐ来てもらうと、女子美術グラウンド前っていう信号で来たね。もうスタジアム見えてくるからね。もう見えてます。心の準備も整えて、歩いて戦う準備できてますか？できてますか？もう着いちゃうわよ。渡ります。もう今の時点で見ても遅いよね。車来てないと。歩きながら見ちゃった。桜が綺麗、本当ね。この時期本当に。はい、ということで、あそこ左に曲がってずっとまっすぐ来るとこちらです。我らのホームスタジアム、イオンスタジアムに着きました。
皆さん気をつけて来てくださいね。ありがとうございます。いつも待ってまーす。待ってまーす。